潰した人参っていうのも非常に美味しいんだよね、これね。人参ながらね、色鮮やかですね。さあ、ユーチューバーです。ということで、まあ私、そこそこ老いたが過ぎてしまいました、今日。まあなんですけども、私にはもう、料理を待ってる皆さんがいるということでね。ここで頑張らなければいつやるのか、今でしょ。ということで、今日は、ポテトサラダって食べますよね。ポテトサラダ、ポテト以外でやったらどうなるかって皆さん思います。割と大体何でもうまいですよね。根菜類だと何でもうまくなるんで、今回は、人参。人参を使ってポテトサラダならぬキャロットサラダ、通称キャロサラダ。これね、レンジ使うんでこの状態は僕にもできますので、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明いきます。まず人参が1個、これ 200g ぐらいのものです。玉ねぎが4分の1個、これ 60g ぐらい。そしてニンニクが1かけ、ハムですね。ハム、ハムソーセージ食べたいな、 40g ぐらいですね。はい、じゃあやっていきたいと思います。あー、もうエビス体散ったい、下げない。キャラクターサラダでポテサラのさ、亜種なんだわけだからさ、ポテサラってつまみじゃん。これ一人だけではいかねえかんな。鳥羽レモンサワー、鳥羽さんからもらった、最高にうまいレモンサワーで、やらせはせんぞ。これはね、鳥羽シェフからいただいた大切なレモンサワーの、大切飲んでるんですけども、大切なね、仲間と飲みたいと思います。哲也、4本目やっていきましょう。やっていきましょう。キャレーセイ、やっぱうまいな。うますぎるんだよね、これもうほぼなくなってますけど。俺が飲みすぎちゃったね。おつけまーす。やっていっていいかな。こいつを切っていきます。これね、乱切り。僕はね、結構ね、人参は乱切りすることが多いです。こうやってこうやってね、乱切りしていきます。ラン、もうちょっとね、声高いんだよね。これ乱切りしていきます。断念じゃん、思いながらね。で、こうやって乱切りしてたら、人参はね、皮付きでいいですから。人参ってね、基本的にね、あの皮って出荷時に向けてるんですよね、これね。切っていきます。この、何これ、玉ねぎね。玉ねぎね、この繊維と垂直に切っていくと、結構ね、柔らかめになりますんでね。はい、放送事故になりそうになったら、これお蔵入りだからね、よろしくお願いします。はい、じゃあここに玉ねぎを入れていきます。はい、なんかね、ちょっとパンチがないんですよね。俺パンチが効いた方が好きなんですよね。やっぱ僕はニンニク入れていくんですけども、ニンニクが苦手な方はニンニクじゃなくてもいいです。でも何でも好きなもの入れてください。僕はニンニク入れますけども、あのニンニク入れたくない方はもうニンニク入れないでいいんじゃないですかね。そしてこのニンニク、手についたニンニクはすごい香るんですよ。なのでこれをつまみにしていきます。フレグランス、あー、アロマセラピーです。ニンニクセラピーです。ハムいきます。ハム、いや、ハム、ハム、やっぱね、ハムっ気がねえとさ、美味しくなかったりするじゃないですか。ハムっ気出し味をしましょうよ。ほら、ほらほらほら、こうハムっ気が入った方がね、ハムですから。男走るよ、ハム太郎。これをね、ハム入れてラップします。はい、やっとですわ。これを600ワット5分30秒加熱していきます。はい、ということでですね、よし、取っていきたいと思います。いきます。つい暑いです。もうほろほろに崩れてますね。真下で崩しましょう。はい、こんな感じ。これぐらいに加熱するとね、人参がね、もうね、人参ではなくなるんですよ。ハイボールを飲むと僕が僕でなくなるように、人参もね、レンジで加熱すると僕は僕でなくなるんですよ。わかりますか皆さん。それがこの世の中の真理です。真下がない方はね、あれでいいですから、フォークでいいですから。人参っていうのはね、じゃがいもと同じ根菜ですから、これをね、やることによってね、すー、非常にね、わしゃわしゃになるんですよ。加熱したばっかだから、熱いんですよ、これ。熱いんで冷ましてください。こうやって、よく混ぜれば、冷めるの早いですし、混ぜて、
こうやってこのね、あの貼り付けて、ね、表面積を増やした上で冷凍庫入れてください。そうするとね、ものの数分で冷えます。マヨネーズをやっていくんですけども、マヨネーズをあえるときに熱いとね、分離しちゃうの。もう冷めたかな、これ、ね、冷めたかどうかをね、一番ね、手っ取り早いのもね、もう指で触ることです。はい、熱かったですね。こう混ぜることによってこの外気と触れ合いますんで、人肌ぐらいまで冷えたらマヨネーズ分離しませんので、大さじ3です。1、2、3です。はい、ブラックペッパーをね、まあ思ってる3倍入れてください。はい、はい、これぐらいね。これはもう人によって違いますから。足の元1、2、3、4振り、学ぶ4分の1です。はい、でこいつを混ぜていきます。あー、いいっすね。これが絶対的なうまさなんですよ。潰した人参っていうのも非常に美味しいんだよね、これね。はい、じゃあ盛り付けていきます。ちょっとやっていきたいと思います。やりますよ。こんな感じで持っていきましょう。人参ながらね、色鮮やかですね。あ、色鮮やかですね。でもあんまりこんなサラダ見たことないんだよな。これは僕的には、おい、ブラックペッパー、パセリを、あー、かわいい。化粧がお上手ですね。はい、キャロットサラダの完成です。ということで、できました。食べていただきたいです。じゃあ、いただきます。めちゃくちゃうまいぞ、これ。じゃがいもであるより甘みが引き立ってますね。砂糖とか加えなくてもすんごい甘み立ってて美味しいです。味付けはマヨネーズと味の素と塩コショウってシンプルなんですけど、これなんでこんな味深いんだろう。人参の甘みと旨味がすごい立ってますね。ハムの旨味もすごい効いてます。こいつはつまみやぞ。味変カンバスサネーション、タバスコやったらもうレモンサワーとはもう敬遠の中です。うん、酸味と塩気が立って非常につまみの輪郭があふれます。ずっと飲んでいたい。ということで、安っ通ってるきつい。トバサワーでやるか。あ、トバサワーほんとうめえな。いただきます。うまっ。ポテサラ作る時に砂糖加えんすよ。でもね、人参はそのままで甘いから、うん、砂糖入れないで調味料が短縮できるのね。なおかつちょっと塩味強めみたいな感じ。俺の場合はね、そうだよね、人参の素材の甘さに対して味をしっかり加えて酒に合うようにしてね。人参と玉ねぎたっぷり入ってるから、うん、基本的にはやっぱ緑黄色野菜取れますよ。タバスコかけても全然いいね。ほら、お子様にも酒飲みも両方おすすめできるレシピなんで、ぜひおっちょもちょにやっていただきたいと。大好きなのはキャロットサラダ。俺も見て、みんな、俺さ、いつもね、こうやってね、LINE のアカウントに、これみんな、みんながわかる、書いてんのね。これ、ハム書いてないの。でも写真にハム書いてあんのよ。もう、これはもう、俺が悪いですね。バップです飲みます。いや、落ち着いて飲もう。バップしなくていい。うん。バップってみんなわかる？良い子のみんな。バットプレイの略だよ。言ってたでしょ、学校給食の時に。まあまあ、そうね、言ってたね。健康のため取りなさい。ベータカロチン、炭水化物はとかって言ってたでしょ。なんかでも聞いたことあるんですね。人参、ほうれん草、ひじきですみたいな。あったよ。いや、まあ、あったよ。昔すぎて鮮明には思い出せないけど。